はい、まず、本日午前中昼前ですが、奈良県において安倍晋三元総理が銃撃をされ、そして今現在深刻な状況にあると聞いております。今懸命の救急措置が行われていると承知をしています。まずは安倍元総理が何とか一命を取り留めていただくよう心から祈りたいと思っています。今回の犯行の背景についてはまだ十分把握できてはおりませんが、いずれにせよ民主主義の根幹である選挙が行われている中で起きた卑劣な蛮行であり、決して許すことはできないと思っています。最大限の厳しい言葉で非難をいたします。政府としては今後あらゆる事態を想定し対応できるよう万全の対応をしていきたいと思っています。今懸命の救命措置が行われている最中ですので、ご質問の今後の政局に与える影響等は今この触れるべきではないと思いますし、私自身もそうしたことを考えてはおりません。まずはこの現実の厳しい状況に対して、救命措置等がしっかりと行われる、政府としてはあらゆる事態に対応できる万全の措置を用意をする、これが大事であると思っています。2問目、本日の対応で決まっていることがあれば教えてください。また自民党総裁として閣僚を起用させましたが、今後の選挙戦についてどう対応するお考えかお聞かせください。はい、今後ですが、まずこの後、閣僚を、全て帰郷させたいと思います。閣僚を集めて、今回の事態について、認識、そして政府としての対応、これを、共有し、そして確認をする、これを行いたいと思っています。そして、今後の、選挙等の日程については今何も、この決まっておりません。今後の事態をしっかり把握した上で適切に対応していかなければならないと思っています。以上です。はい、はい、はい、まず実態を把握をした上で、政府として必要な対応をしていかなければいけないということです。ですから実態をまずしっかり把握した上で、それぞれ閣僚、役割があるわけですから、その状況に応じて、しっかり責任を果たしてもらわなければならないと思っています。いずれにせよしっかりと状況を確認する頃から始まり、政府としてはあらゆる事態に対応できるよう適切な対応を考えていきたいと思っています。はい、TBS の報道特集の金平です。言いようのないような衝撃的な事態ですけれども、総理または総理経験者がですね、襲われて倒れるという事態というのはあってはならない事態です。戦前の防衛事件のことも想起されますけれども、戦前的な状況が出てきたんじゃないかというような声ももうすでに聞こえていますけれども、戦前的なですね、このような大きな意味での言論状況、社会状況について、総理として、あるいは岸田さんご本人、ご個人としてのですね、ご
ご所感をですね、今述べていただけますか。今回の、犯行について、犯人像あるいは背景についてまだ今現在、十分に把握できているとは、てはおりません。よって、今後警察の捜査等をですね、しっかりと、確認をしなければならないと思います。その今のご質問、この社会の風潮が変わったのではないか、そういった、ご質問でありますが、今回の事件に関して、背景がここはこの十分確認されていない中で、それについて、触れることは今は控えたいと思っています。何よりもこの背景、しっかりと確認をすることも大変重要であると認識をしております。警備の状況ですね、警備の状況、総理経験者ですから、十分な警備がなされているかというふうに私たちも信じたいんですけれども、これについて今の段階で何かコメントするようにしております。もちろん警備については最善を尽くしていたと信じたいと思いますが、それについても今一度しっかり実態を確認する、そうしたことも大事であると思っております。もう一点だけですね、ちょうどあってはならない卑劣な犯行というふうにおっしゃってましたですけど、選挙の公開表明のわずか2日前の時なんですね。民主主義を守るための制度としての選挙ということで、今回のこの行為の落差とか、個人的なご所感ですけども、まさにそれについて先ほど私の思いを申し上げさせていただきました。民主主義の根幹である選挙においてこうした卑劣な行為が行われたということ、これはこの民主主義国家、日本の一員として多くの国民の皆さんも同様の思いだと信じておりますが、絶対に許してはならない行為だと強く感じています。最大限の強い言葉で非難するということを申し上げましたが、そういった思いを申し上げたつもりでおります。他に質問ください。先ほど奈良県立医科大学附属病院から公表されましたとおり、本日午後5時3分、安倍晋三元総理がお亡くなりになられました。どうか一命を取り留めていただきたいと祈っておりましたが、祈りも虚しく、こうした方に接することになってしまったこと、誠に残念であり、言葉もありません。心よりご冥福をお祈りしたいと思います。民主主義の根幹たる選挙が行われている中、安倍総理の命を奪った卑劣な蛮行が行われた、断じて許せるものではなく、最も強い言葉で改めて非難を申し上げます。安倍元総理は憲政史上最長となる8年8ヶ月にわたり、内閣総理大臣の重責を担われ、卓越したリーダーシップ、そして実行力によって、厳しい内外情勢に直面する我が国を導かれました。我が国が長年苦しんできたデフレからの脱却を目指した3本の矢からなる経済政策、さらには
国際情勢、大変厳しい中にあって、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた取り組み、さらには平和安全法制の整備など、我が国の、そして世界の平和と安定のために努力をされ、その礎を築かれた、このように認識をしております。そして安倍元総理は、私にとりましても当選同期であり、国会議員になってからも同僚議員として、また安倍内閣を支える一閣僚として多くの時間を共にした良き友人でもありました。この国を愛し、常に時代の一歩先を見通し、この国の未来を切り開くために大きな実績をさまざまな分野で残された偉大な政治家を、こうした形で失ってしまったこと、重ね重ね、残念でなりません。安倍元総理の残されたさまざまなご功績に敬意を表し、心から哀悼の意を表する次第であります。そして今後の対応でありますが、明日は参議院選の最終日を迎えます。民主主義の根幹たる自由で公正な選挙は絶対に守り抜かなければならないと思っています。決して暴力に屈しないという断固たる決意のもと、明日は予定通り選挙活動を進めることといたします。選挙戦の最後の瞬間まで、そのことを自分の声で直接国民の皆さんに訴え続けたいと思っています。なお、活動にあたりまして、この安全確保につきましては十二分に、この配慮し対応してまいります。今回の事態を受け、先ほど閣僚を集め、政府として今回の事態を受けた認識と対応の確認共有を行いました。その際に私の方から2点、1つは自由で公正な選挙が安全に行われることを徹底するということ、そしてもう1点、決して行政の停滞を招くことがないように粛々と対応し、つかさつかさで対応に万全を期すこと、以上この2点を指示したところであります。私の方から以上です。今後の対応についてなんですが、安倍総理の政府としての追悼の仕方で、国葬などで今後どのように検討を進められますか。はい、まだ今お亡くなりになったという法に接して、まだまだご質問のような先のことまで、まだ考える余裕がないというのが現実であります。当然のことながら、こうした大きな功績を残した元総理でありますので、政府としても、そして、党としましても、それ相当の敬意を表して、しっかりとした対応を考えていくべきであると考えております。
総理、はい、読売新聞の上村と申します、はい、明日は選挙活動を行うということですが、今回の事件は民主主義の根幹たる選挙中に起きた事件で、国民への動揺というのもかなり大きいかと思います。今回の事件を受けて国民自身には選挙にどのようにこう向き合ってほしいか、岸田総理からの国民へのメッセージがあればお願いします、はい。民主主義の根幹である自由で公正な選挙、これは私たちは絶対に守り抜かなければならないと思っています。決して暴力に屈するなどということはあってはならない、こう信じております。そのために私も最後までこの選挙戦に全力で臨んでいきたいと思います。ぜひ国民の皆さんも私たちのこの国の民主主義を守るためにどうあるべきなのか、これをしっかり考えていただき、共にこの民主主義を守るために努力していただければとお願いを申し上げます。以上です。総理は今後ですね、はい、安倍晋三元総理、要は日本国の、元総理として大きな功績を残された、そしてそうした大きな功績流れの先に今の政権もあるんだと思っています。よって内政においても外交においても、この今後を考える際にさまざまな貴重なアドバイスをいただいた、このそれが安倍元総理でいらっしゃいました。私もさまざまな貴重なアドバイスをいただき、ある時はこの励ましていただき、ある時はいろいろなご意見を受けたまるなど、大変力強いお力添えをいただいてきたと振り返っています。大変温かい貴重なお力添えをいただいてきたことを改めて感謝を申し上げる次第です。こうした安倍元総理の思い、これをしっかりと私も受け止め、引き継がせていただきながら、日本について引き続きしっかりと責任を果たしていきたいと思っています。それが安倍元総理の思いにも沿う道であると信じております。以上です。私の選挙日程については選挙戦終盤いろんな意見がありました。調整を行いました。結果として今明日の日程には、明日の日程は山梨県と、新潟県、2県であると承知をしております。